モンティパイソンホーリー・グレール。モンティパイソンホーリー・グレールは九百七十四年に公開されたモンティパイソンによる低予算で作られたコメディ映画。イギリスのアーサー・王伝説をもとにしたパロディ作品である。制作費がとても少なく、二二十万九千五百七十五ポンド、白のセットに本物の定石、トゥーン城やストーカー城などを使用したり、 実写の代わりにアニメを用いたり、役者やセットを何度も使い回したりしている。モンティ・パイソンのメンバーの一人であるテリー・ジョーンズは、中世の歴史学研究家であり、アーサー・オー伝説を扱った映画の中で、最も時代交渉が正しい映画とも言われている。なお、ジョーンズは、アーサー・オーは10世紀頃の人物ということになっているけれど、アーサー・オー物語が成立したのは14世紀頃のため、 その時代の服装を採用したと語っている。予想以上のヒットとなってメンバーは胸をなでおろした。この作品の直後に公開された、真面目なアーサーを映画の上映で爆笑が起きた、などの逸話がある。2005年には、エリック・アイドルが本作をもとにコメディミュージカル、スパマロットを作り、トニー賞を受賞した。932年のイングランド、アーサー王、クレアム・チャップマンと、従者、 パッチー、テリー・ギリアムは旅を続けていた。最初に訪れた城で、ココナッツの議論に振り回された後、薬病に苦しむ村や、やたらと政治を批判する農民、腕や足を切られても、痛くないと言い張る黒騎士などに出会う。その後、魔女の正体を見抜いた、ベディビア卿、テリー・ジョーンズの腕を、目、円卓の騎士にする。それから、カラハット卿、マイケル・ペイリン、ランスロット卿。 ジョン・クリーズ、ロビン・キョウ、エリック・アイドルなどが、アーサー・オーに忠誠を誓い、円卓の騎士が揃う。キャメロット城はあまりに馬鹿らしく、立ち寄らなかったが、彼らは、神の命を受けて、聖杯を探すことになる。ところが最初に出会った、フランス人の城からは侮辱の言葉を浴びせられ、トロイの木馬を真似た、旧詐欺の作戦も失敗する。そこでいきなり現代の映像が入り、 歴史学者がアーサー王について語るが、突然騎士に切り殺される。手分けをして、聖杯を探すことにしたアーサー王一行。ロビン卿は、三頭の騎士に出会うが、すぐに逃げた。ガラハット卿は、若い美女、キャロル・クリーブランド等ばかりが暮らす、アンスラックス上、炭素、症状の意味で誘惑を受けた。ランスロット卿は、 無理やり結婚させられる王子の SOS の手紙を女性のものと勘違いし、城に飛び込んで大殺戮を行った。アーサー・王とベディビア卿は聖杯のありかの手がかりをつかむが、森の中で2の騎士に出会い、盆栽を持ってくるように命令される。盆栽を持って行った後も無茶な命令をされるが、一途という言葉が弱点の2の騎士を一途だらけの会話で撃退した。 合流したアーサー王一行は、妖術師ティムに会う。ティムと共に、聖杯の手がかりのあるカルバノグの洞窟へ行くが、洞窟の入り口を守る白ギが、実は凶暴な殺人ウサギで、何人もの騎士が命を落とす。聖なる手榴弾でどうにか、殺人ウサギを撃退し、洞窟の中に入ると、壁に聖杯が置かれている城の名前は、アーと書かれているのを発見する。 その直後に伝説の野獣、アーが出現し襲われるが、アニメ作家、ギリアム本人役が心臓発作に倒れて、アニメの怪獣も消えた。アーサー・王たちは最後の試練である死の橋へ向かう。万人の老人が出す三つの問いに答えないと渡れない。橋でランスロット卿は渡った。直後に警察官に逮捕されるが、ロビム卿とガラハット卿は、 地獄の谷に落ちて死ぬ。アーサー王の起点で老人を倒し、橋を渡ることができた。アーサー王とベリビア卿は、ついに聖杯のある、アーあの城にたどり着く。ところが、そこには前に出会ったフランス兵がいた。またも侮辱を受けた。アーサー王は、聖杯を奪還するため兵を集め城に突撃しようと、するが、突然パトカーで現れた。警察官によって一行は、 歴史書の殺人容疑で逮捕されてしまう。そのシーンを撮影されていることに気づいた警察官はカメラに対して攻撃を加え、アーサー・オーたちがどうなったかわからないまま映像は途切れて幕を閉じる。モンティ・パイソン・ナウを制作したパイソンズだったが、単なるスケッチの寄せ集めであるその作品には満足していなかった。次に書き始めた台本のテーマは、 アーサー・オーと円卓の騎士であった。もともと最初の台本では、時代設定は中世と現代の二つにまたがっており、アーサー・オーは、ロンドンの高級デパートハロッツでひじを見つけるというストーリーだったが、オックスフォード大学で共に、歴史学を学んでいたジョーンズとペイリンの希望で、初めから終わりまで全て中世の話に書き直された。その中には、低予算を逆手に取った、 秀逸なギャグ、馬の足音の代わりに二つに割ったココナッツを打ち鳴らし、馬に乗っているかのようなパントマイムをするものや、衛兵とのツバメをめぐる不毛な議論、王に対して、口答えをする民衆のスケッチなどが含まれていた。空飛ぶモンティパイソンでカルト的な成功を収めていた、パイソンズであったが、映画会社からの資金の援助は、ほとんどなく、映画制作の予算は、 パイソンファンであるピンクフロイドレッド・チェッペリンなどの音楽業界の事務所から書き集められた。監督はパイソンズの中で最も演出、編集に興味を持っていたテディ・ジョーンズとテリー・ギリアムの二人の共同監督に決定した。しかし、コメディーとしての役者の演技に重点を置くジョーンズと画面のビジュアル的要素に重点を置くギリアムとでは意見がぶつかり合うこともしばしばであった。 演出は二人の交代制であったが、お互いのカメラ位置をいちいち直し合ったりするため、現場では口論が絶えなかったという。また、他の役者たちと監督の間の空気も険悪なものであった。ホーリーグレールは5週間という短期間で撮らなければならなかった。二人の監督とプロデューサー陣は、撮影に使う城を吟味するためスコットランドでロケハンをした。その後、 スターリングにあるドゥーン城を保有するから撮影許可を取ったほかから映画をスコットランドの複数の城で撮影する許可を得る。ところが撮影の直前になってナショナルトラストからの撮影許可が取り消されてしまう。プロデューサーたちには新しいロケ地を探す時間がなかったため代わりに狭いアングルでドゥーン城の様々な箇所を撮影し、 作品に登場する複数の架空の城の部分として見せることを考えた。このため多数のシーンがドゥーン城で撮影されている。映画終わりに登場するアーの城のシーンはにある個人所有の城、ストーカー城で行われた。また、ウェールズにあるも一瞬登場している。撮影初日の峡谷を歩くシーンでは、登山家のはずのグレアム・チャップマンが震えて歩けなく、 なるという事態が起こった。原因は当時彼が患っていたアルコール依存症にあり、その影響でセリフを忘れることも多かった。また、撮影初日にはカメラも故障、映像と音声が合わない、インサートカット専用のカメラで撮影された。予算が少ないため、照明の量が十分ではなく、一部のシーンでは松明を照明代わりにして撮影している。パイソンズは何度も、 試写会をし、その都度修正を入れて、観客の手応えを見た。パイソンズは、プリントをアメリカに持ち込み、映画会社と契約、ニューヨークを中心に、大ヒットを飛ばした。その後イギリス、その他各国でも上映され、大きな収益を出した。ルーン城で撮影されたシーンには、次が含まれる。二枚組の DVD が、ユニバーサルより年月日に、 発売されている。山田康夫らによる日本語吹き替えも収録されている。さらにその日本語台本を元にした直訳英語字幕が世界共通で収録されている。字幕は日本語と英語の他にはフランス語とスペイン語、さらには進行台本字幕と本作が嫌いな人用と称して、ウィリアム・シェイクスピアのヘンリー4世第2部の英語字幕が流れバージョンがある。 全く無関係な作品だが、稀に本編とシンクロする箇所があり、また拡張高い字幕とコメディのセリフのギャップが笑いを誘うようになっている。かつて、レーザーディスクで発売された当時に、すでにぶっ越していたチャップマンを除く、メンバー全員の映画にまつわるコメンタリー音声が収録されたが、DVD 化に際してはこれに加えて、世界共通特典が大量に盛り込まれた、 盛り込みすぎで発売が半年以上遅れたというエピソードまである。特典ページのメニューはギリアムがストックから新しいアニメーションを作成して提供している。内容もジョーンズとペーリンが撮影地巡りをしながら当時の思い出話を語ったりする50分ものな当時のポスターや予告編、メイキングドキュメント等々に加え、ペーリンが 劇中のネタを元にした新作スケッチを披露したりという熱の入れぶりである。2004年には新規特典を追加した再発 DVD が発売され、日本版は2008年ソニーピクチャーズエンタテインメントより発売された。初版 DVD にあったオリジナルのモノラル音声が除かれ、日本語吹き替えの一部が欠落している。なお、この DVD でのナレーションが 広川太大一郎の最後の仕事となった。2012年には、ブルー、レイディスクが発売された。これには、DVD 版の特典に加え、未収録アニメーション集、ギリアムの解説付き、未公開シーン及び NG シーン、ジョーンズの解説付き、アイパド限定特典として、ザ・ホーリー・ブック・オブ・デイズ・セカンド・スクリーンが新規に収録される。 発売、1996年、制作、セブンスレベル、日本語版発売、ポニーキャニオン。CD のレーベルに、ベスト CD ロムゲイオブ 932AD の記載がある。日本語版は、チャップマン役は没した、山田康夫から安原義人が引き継ぎ、それ以外のメンバーは、オリジナル声優陣が参加した。また野沢なちがナレーターを務めた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。